見てますね。なんか今日カメラ目線流行ってるんですか、ね、流行ってるんですか、ね、流行ってるかもしれない。見てまりこっと、ありがとうございます。こちらね、クリエイターのはじめ社長、あ、こちらもです。見てくれますね、皆さん。いい人が今日揃ってますね。まあ、今日イケメン揃いなんで嬉しい限り、はい、確かにそうですね、はい、さあ、ということで、はじめ社長 VS 松丸亮吾の第2回戦というところになります。クリエイター対決です。それでは試合始めてまいりましょう。試合開始です。お願いします。スタートよろしくお願いします。あ、魔法イップスと落雷スタートです。では先行なんで、はいはいはい、そうですね、魔法イップ V がいるということで、ある程度超タイプのポケモンが入ってるデッキかなと思うんですけれども、このシールド戦で超タイプを主軸にする可能性って他のタイプと比べてちょっと低めなので、はい、ちょっと他のカードがどういうような割合で入ってるかっていうのは個人的にぜひ見たいですね。魔法イップ V は、まあ、魔法イップ V 自体の技も強いんですよ。3エネで100ダメージで相手の種ポケモンの技を縛るっていう効果あるんですけど、こいつ自身も強くて、魔法イップ V マックスは打点がめちゃくちゃ高いところまで出るんですよね。で、相手のポケモンの V マックスを一撃で倒せる可能性があるっていう意味では、まあ、サイロ一気に多く取れるんで、まあ、全然戦い方次第では勝てると思います、ね、あー、ライボルト強いですね。進化しました、松丸側です。現在先行2番目、ハイスピードで山札を引っ張ってくることができます。これ3枚引けるのも強いんですけれども、逃げにゼロなので、そのままこの後すぐ攻撃できるポケモンに入れ替えてもよし、後半自分のポケモンがやられた後にとりあえず前に出す枠としても戦えるので、いろんな意味でもこの進化強いですね。なるほど。さあ、では理想的な動きができている松丸側に対して、はじめ社長はどう立ち回っていくでしょうか。どうしようかな。松丸さんのベンチに出てるポケモンあれなんですか、ね、バチンにですかね。 あとはお互いにまだ一色しか見えてないので、うん、他のタイプが入ってるかどうかっていうのもちょっとこの後の展開としては気になりますね。はい、松丸さん、そのバチンウニにエネルギーついてますけど、その魔法イップ V みたいななんか強力なアタッカーがまだ用意できてないんで、はい、うん、ライバルと逃がします。はい、バチンウニ2枚で、はい、バトルガに出ていくのはバチンウニ、はい、1点抜けます、はい、これでパン返します。はい、いただきます。パンが帰りました。高校の2番目、ここバチンウニにつけて下技打つっていうプランもあったんですけども、ツインエネルギーつけます。ライバルともつけてきましたね。あ、ツインエネルギー、マディ使います。はいはい、あ、さらにマリーです。お願いします。はい、ストップお願いします。あ、でもこれ3枚引いた後に流してるんで結構いいかもしれないですね。はいはいはい、僕が5枚で、このマリー強いですね。4枚で、はいはい、はいはい、5枚です。はい、そうですね、ツキラベッチで、はいはい、お、ああ、ツツケラが入ってるんですね。なるほど。どう見ますか、ツツケラが。ケララッパに進化すると、はい、エネルギーを加速することができるんですけども、このエネルギー加速と、魔法イップ VMAX の技の相性がいいので、はい、スイートスプラッシュで傷、あ、使えないです。出ないですね。ですね、はい、V ポケモンにつけた場合は1つとして、1個ですね。なりますので、はい、このまま終わります。はい、でもこれで初め社長側のデッキのちょっとエネルギーの色が分かりそうですね。超タイプと多分草タイプの2色っぽいですけど、はい、ではトボとオニオン使います。山札の上から3枚引いて、これ魔法イップを早く倒さないと、ザルード V の回復で魔法イップ V が回復することもありえるので、松丸選手側としてはこのターンプラス次のターンでは倒す圏内で押し込んでいきたいですよね。雷エネルギー1枚出します、はい、あ、バトルバにはバチングニがいるという状況、ベンチにはライボルト、そしてで手札から雷エネルギーをゼラオラにしています。ゼラオラの技を見てもいいですか。はい、ゼラオラは、元のダメージが30で、VGX なら80追加なので、はい、魔法イップ V なら、110まで。ではそれで技使います。2エネで110ダメージ、全体20ダメージお願いします、はい、おポケモン増えたんでバチングニのバラマキの技が結構強いですね。ベンチのポケモンにも10ダメージです。じゃあ1枚引きます。さっきのターンに貼ってつくプランにしていくとゼラオラの次圏内になったので、ちょっとただベンチにも今回ダメージが負けたので、どっちが一概にとは言えないんですけれども、ちょっと一つの分岐点であるかもしれないですね。なるほど。いや、魔法イップ V 進化させたいですね。進化させたいですね、このターン。進化したら、まあ、技の威力が上がるのもそうなんですけど、耐久値が上がるのが非常に価値が高くて310という HP になります、はい、4枚4枚です、はい、
ちょっと考えますね。さあしかしデッキ40枚の中からこの魔法イップ VMAX にアクセスする手段というのが、そうですね、確定で持ってこれるとなるとポプラとかそのあたりになるので、多分入ってはいるとは思うんですけども、進化します、キャラッパ、はい、わー、どうですか、特性使います、キャラッパ来ましたね、進化です、3枚、はい、特性を使って基本エネルギーがあれば月につけます、はい、これ2枚当たれば、すいません3枚で大丈夫です、これ2枚以上当たればめちゃくちゃ強いんですけど、1枚で、はい、あーまあまあまあ、でも1枚でも1枚でも強いです、全然強いんですけど、はい、トップ、はい、これで、さあ草エネルギーをつける先は、いや、ここ草ついたの強いですね、はい、ザルード V が技を受けるターンが一旦早まったので、はい、いや、この1枚つくのめちゃくちゃ強いですね、110飛んでくる、ザルードが次のターンジャングルライズでマホイップ V を回復できる、あ、しかしどうでしょうか、マホイップ V って超エネルギーと残り2個は何色でもいいんですかね、超無色無色ですね、下技打つには、じゃあ前につけた場合は、まあ、一応マホイップ V でも攻撃できるで、マホイップにつけます、あ、あ、マホイッププランでいきますか、あ、なるほど、このままスイートスプラッシュで、はい、100点で傷、100点でバチンに今気絶します、はい、サイド1枚いただきます、はい、さあサイドこれが何なのかというところでもありますが、番が変わります、ちょっと考えます、先行の4番目、今回の今エネルギーをどこにつけるかどうかは一つ分岐点になったかもしれないですね、まあ、ザルードプランもあったという状況ですが、そうですね、ただ目の前 のバチューニを倒しつつサイド1枚取れるのでそのメリットもあるので、まあ、先ほどの対戦のところでいう遠回りか早道かでいうと一旦近道を選んだっていうところですかね、ゴールに対して、さあここがターニングポイントになっていくでしょう、さあ松丸選手側ですが、ライバルリさんどういった動きが必要でしょう、ライバルと前に出します、まあ普通にとりあえずまあ前にいるマホイップ V を早めに倒したいなっていう感じはありますね、エンジンに引っ込まれてザルード V が攻撃できるようになってしまうと、まあさっき言ってたみたいにまあ回復される可能性があるので、あ、でもここあツインがついていいカード持ってたんで結構いいダメージ出せそうですね、ライバルにも100ダメージが出ます、100ダメージですね、ではマリー使います、はい、マリー、おー、ここマリー実は諸説 で、はい、はじめ社長が先ほどエネルギー貼れてなかったプラス、はい、マリーって手札を流してそのまま4枚で山札を掘っていくので、はい、魔法イップ VMAX にたどり着く可能性も上がってしまうんですよね、さあどうか、はじめ社長の表情を見るとそうではないかと、はい、松丸選手側も掘っていけるというメリットがあるので、お互いにこう進むっていうカードなんですけれども、リアクションを見るとそうですね、はじめ社長側がちょっとあまり良さそうではないように見受けられます、さあそしてスーパーボールを使っているのは松丸選手、ちょっと考えます、はい、どのポケモンを手札に加えるでしょうか、いや面白い試合ですね、面白いですね、お互い違うタイプになってますし、ただ松丸選手側が一向に V が来ないので、エースのポケモンが来ない中でなんとかうまくしのいでいる、ただ今ちょっと見えましたか、2体ぐらい見えてます、見ましたね、電流、はい、電流、電流、これ電流強いですね、バチューニでダメージ待っておいたことができるので、はい、ダメージスパークで一気に勝ちを引き寄せられそうです、はい、120ダメージプラスダメ感が乗っているポケモンにそれぞれ30ダメージ、さあでこれは、これで技を使います、はい、ライトニングホールで100ダメージで挽回します、はい、100ダメージが引きます、ついたところ番が変わりました、マッコイップ V 取られるときつそうなんで、なんか進化するか逃げるか、そうどっちかやりたいですよね、はい、ポケモン入れ替えなどはあるでしょうか、これしかも松丸選手側は、はい、次のターンケララッパに進化できる可能性もあるので、はい、いきます、すごい上振りですけど、ポプラです、ポプラです、お、あ、ここがポプラ、さあどうか、まずは表が出た強いこれで進化はできるという状況、正直1回表出たらもう満足みたいなところありますからね、はい、1枚持ってきます、はい、これはもう、ね、ま、VMAX でいいんですかね、それ好きなカードなのでかつ相手に見せなくていいんですよね、うんうん、好きなカードなので、逆に、まあ、魔法イップ VMAX 以外にはどんなカードが眠っているんでしょうか、山札を引いてくるカードも可能性としてはあるんですけども、まあ、魔法イップ VMAX があるなら、まあ、一番持ってきたいのはそこかなと思います、現在魔法イップには130です、ちょっと考えますね、120ですかね、1個頭の飾りですか、ちょっとそうですね、我々ちょっとこれ見えにくいところなんで、アメ細工が載ってた、はい、これは難しい、そうですね、くるくるスピン2回とその後100なので120っぽいですね、はい、ホイップ VMAX いないのかな、まあ、でもこのルールって
VMAX ってなんかラインって基本11でしか揃わないんで、どっちかがサイド落ちしちゃうと進化ラインが揃わなくて、なんか対戦中に立てれなくなっちゃうんで、もしかするといないかもしれないですね。持ってきます。ただ上がいない場合は戦ってる中で揃うっていう形で温存して他のポケモンでサイド取りに行くことをしたいですね。でちょっと悩んだところも見るとない可能性もあるかな。戦果します。あ、いや、ありましたね。ありました。来た。さあ、マホイップ VMAX です。巨大ホイッパー、まあバーストダメージが出るという噂になります。これで120乗ってて310乗で残り190、まあ、190 HP あればまだ次のターンも生き残りそうな感じですよね。しかもここでザルードに草をつけたんで、次回復プラも取れるので、で、飾り付け使います。はい、ベンチポケモン全員に超エネルギー1枚ずつ付けます。一旦、はい、そうですね、あの超タイプが多分前に超エネルギーが2枚ついていなかったの で全部につけなきゃいけない、はい、巨大ホイッパーが打てなかったって感じですかね。なるほど、はい、ということで山札から超エネルギーを1枚ずつつけられるという効果、飾り付けを選びました。でもここ難しいところで手札に超エネルギーがなかったんだったら、超エネルギーを山札から抜きすぎると普通に引けなくて、魔法イップ V が VMAX が攻撃できないってこともあるので、巨大ホイッパーを使えないと、まあ、結構その分配が難しいところですね。難しいですね、おっしゃる通り。じゃあここだけで、はい、これ仮になんですけども、ポプラで2表だったら超エネルギーと魔法イップ VMAX 持ってこれたんですよ。実はあそこでコイン1枚表だったっていうのも試合をちょっと大きく分けたここだったかもしれないですね、はい、さあ面白い形で終わります。試合が進んでいます。番もらいます。番が変わりました。先行の5番目松丸選手です。いや、まあ、ただベンチには電流が控えているという状況。 ここでダメージまた100を与えと置いたり削っておくと、電流の技でベンチのポケモンを押し込んで倒せる可能性も出てくるので、はい、電流の HP が210というところ、120で310、残り190で、ベンチ30ダメージだったので160与えられるとベンチ狙撃の圏内に与えられますけども、で雷タイプで160なかなか出ないので、ゼラオラで1回削って電流を複数回殴って倒すっていう動きとかですかね。ちょっとダメージ計算がいろいろプランが取れるので、松丸選手側も結構悩ましいターンになるかなと思います。いや、これどうしようかな。サイドレースでは現在はじめ社長がリード3枚と4枚という状況です。普通にいけばライボルトの攻撃プラスゼラワラの攻撃で取りますよね。雷エネルギーをつけて電流に雷エネルギー、ライトニングホールで100ダメージ、100ダメージが追加で乗りました。です、番が変わります。1枚いきます。はい、このターン魔法イップ VMAX がなんか回復とかするとなんか分かんなくなりそうですけど、そうですね、ライボルトの HP が120なので一応回復されたとき、ジャンルフィールされたとしてもライボルトが一応残るので、ザルードに手張りします。サイドス、あ、いや、ザルードに草エネルギーを貼って、あ、逃げます。これ回復ルート取りました。回復ルートですか、はい、あー、ザルード、うわ、ザルード前で、これで手札にエネルギーがあれば、あ、いや、もう草、あ、草エネルギーを、草エネルギー必要ですね、払わなきゃいけないの、そうですね、魔法イップ VMAX に貼る分のエネルギーが あれば点で基本エネルギー1枚ベンチにつけて、はい、全部回復します。はい、100点で、はい、これめっちゃ強いですね。はい、ジャパンもらいます。さあ、ということで理想の動きができたでしょうか、はじめ社長。基本で大丈夫ですよ。番が変わりました。先行6番目です。はい、あ、ちょっとそうですね、今コメントにありますが、逃げ根のちょっと部分が、水エネルギーが1枚換算なので、で、はい、追加で捨てまして、はい、5分です、はい、ということで、まあ、でもマホイップ VMAX 倒されてサイド3枚取られてそのまま対戦終わる可能性あったんですけど、まあ、回復したことにより、まあ、一気にまた分からなくなりました。分からなくなりました。しかもダメージ完全回復したので今度電流の技の対象にならないので、うん、これで、では松丸選手としてはどういったプランを取っていく必要があるんでしょう。カバン終わります。はい、きます。そうですね、ただ意外と次のアタッカーそんなに揃ってないんですよね。魔法イップ V が超エネルギーつければまた VMAX がつければ話になるんですけども、はい、あ、つきましたね。つきました。巨大ホイッパーも打てます、まあまあ、
いやでもここまでもうエネルギーついてたら電流 V に攻撃されたとしても、その電流 V をマホイップ V マックスで一撃で倒せるんで、なんか見てるとはじめ社長側の方が有利そうですけどね。そうですね、ちょっとここで私も超エネルギーがつかないターンが続けば逆転があるかなと思ってるんですけども、ついてしまったのでかなり苦しい。まあここは一旦ゼラオラで前を倒したと思うんですけども、ライバルとは気絶しましたので、サイドが残り2枚というはじめ社長です。ただゼラオラを倒すためにもエネルギーを一旦剥がすことになるので、はい、その後にもう一回電流 V を倒すためにエネルギーが揃うかどうかってなると結構余計エネルギーが多いですね。今はじめ社長側の場にエネルギーが前以外を除くと4枚ですかね。鋼エネルギーを、はい、で手回りして5枚でゼラオラ倒すために2枚吐くので60ダメージでザルト倒します。はい、はい、そうですね、はい、エネルギーが足りるかどうか、はい、怪しいラインでありますね。はい、投手の雷で、こちらザルードをしっかりと気絶させました。あとはコメントにもありましたが、電流 V 上技を打って混乱でターンを稼ぐというプランも取れる可能性もあるので、混乱。さあ白熱の2回戦、勝負はまだ分かりません。共にサイド残り2枚です。そうですね、クリエイター対決となっています。勝ち上がれるのはどちらか1人です。ここどこから出すかもちょっと、はい、あのサイドがまだ2なので、1枚例えばトルネロスが取られてしまってもその後あのポケモンキャッチャーで呼び出さなければ影響はないというところで、一度トルネロスや他のポケモンを出してターンを稼いでエネルギーを張るターンを稼ぐかどうかというのもあるので、さげんはじめ社長は、魔法イップをバトル場に出しました、はい、そうですね、ここどちらもあり得るパターンかなと思うんですけども、魔法イップから行くという取りました、ね、ポケモンキャッチャーで、はい、あーこれどうだ、これ出たら決まる、はい、表が出ればあはい、巨大ホッパーで1、2、3、4枚除いて240点です。結末は鮮やかでした。ポケモンキャッチャーで一本釣り、クリエイター対決制したのははじめ社長選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。運だけで勝って、いや運だけじゃなかったですけど運で勝ちましたね、しっかりと。そうですね、さすがに最後まだ裏出たら分かんなかったですけど、分かんなかったですね、しっかりね、やっぱ、いや引きが良かったっす、最後のいや引けなかったな。お見せしたいカードがあったんですよ。なんですか、このヤリウータンの UR を。そう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 、そうかった、そうなんですよ。それはすごい見たかったですね。石炭山いたらあの動きができますね。そうですね、あとライコもいたんで、え、すごい、めちゃくちゃ雷デッキ、結構強かったんですけどね。いや、引き、魔法イップが強かったです。魔法イップが、ありがとうございました。ありがとうございました。